はい、皆さんこんにちは。こんにちは。青の狩人リベンジ動画でございます。はい。え、でも村井さん、何ですか？クリアマーク。おお、バレたか。早いな。見ちゃった。バレたか。おお、クリア、もうすいません、してしまいました。すごい。これを動画でちゃんとクリアしようっていうのがこの動画。引き続きバランスパで、おあの敗戦した時とチームは同じでございます。丁寧にプレイを心がけるということですね。フレンド設定します。はい。じゃあ真央先生、ホルスとかキリンとかで。いや、ホルスで頑張ってたんですけど、相手が水属性なんでホルスパでちょっと無理で、結局キリンに頼ってしまいました。すいません。はい、さあ真央ちゃんがキリンで頑張って倒したところをバランスパで通過しましょう。フレンド設定します。はい、はい、パーティーはこちらでございます。はい、変わらずです。これで勝てるのでしょうか。レベルも変わっておりません。参ります。はい、挑戦。まあ一応勝てたんだけどね。夜ね。2位によし、はい、行こう。はい、おお、怖い。今やってみて、やってみて怖かった。いや、ほんと難しいですよね、スキルダメって。いきます。はい、もう倒すしかない、うんうん、倒します。はい、ここはスキルは1しか貯めれませんでしたね。バトル2 1 2 1。キメラ5842。 HP どれぐらいでしたっけ。 HP 225910。よかろう。あー、ちょっと辛いな。参ります。はい、ここの闇からいきます。行くぞよ。はい、あ、やばい、肝消しちゃった。闇と、ね、闇と水の全体攻撃でとどめさせようと思ってたのに、倒しすぎた。あー、2位。ここを、はい、丁寧に丁寧に水にコンボ。はい、落ち込んの村井。ああ。ええー。あ。そう。ムキドラ6007。6007。はい。火で。1コンボ。倒せないかな。あわよくば倒せ。で。うん。闇で1コンボで倒せないかな、あいつ。片方無理かな。ムギドラちょっと8、防御80ですね。光と水と闇。はい、あー、でもな、こっちの木が落ち込んで落ちちゃうんだな、私の考えてる、うん、じゃあ、はい、水と闇、うん、これ。おー、ギリギリ。この盤面すごい。くそ、でも倒しちゃったな。2、4。木だと絶対倒しちゃうんですよ。はい、っていうか両方とも、うんうんうん、これもうあかんな。一旦だけ頑張る。これで、おお、さんめっちゃ緑集めてる、うん、別にコレクターじゃないんだけど。コレクター。もうキー1コンボ。はい、バトル Q で、はい、完全回復してくれるじゃないですか。はい、そうです、ね、もう一撃食らえるんですよ、道中どこかで、どうせ倒せるなら木1コンボ分ぐらい残した上で、うん、全消しぐらいでいった方がいいかな。あ、また次貯めるために。今って何ターン目ですか。何プラン5
次5フロアでキマイラが出る、ね、ああそうだキマイラが出るな、そこちょっとそこは踏まえた上で、あっこはやばいな、うん、倒します、はい、控えめに控えめに倒せなさそうなんで、あ、そうか、普通に、ね、あーもったいない木、木がもったいない、あーあー水溶き、よし、はい、1ターンずつかな、ここは比較的ちょっと全力でいきます、はい、バカな下手に遊んで死んでも面白くないんで、うん、本気で本気で参る、はい、全体攻撃、はい、木を全体攻撃含む、これでどれぐらいいく、残れ決まる、残れ1体、おーオッケーオッケー、でこれはもう倒さないといけないんで、今の感じだと木1コンボだったら倒せんのかな、木1コンボっていけんのかな、これフラワーキマイラ怖いな、防御840、47万1754、火の1コンボ、闇1コンボ、光1コンボ、水2コンボ、頑張る、はい、頑張って、頑張りコンボ参ります、はい、お願いします、1,2,3,4,5,6 コンボ、うん、7,8,9、なんか落ち込んきてる、倒しただろう、よし、これスタミナ50だからな、うん、私の今日のパズドラ人生に関わるからな、キー1コンボ、はい、うん、これでどうだ、うん、あースキルがな、なかなか飛んでいけない、うん、3、あ、来た来た、ここですね、3,3,3,5,3,5来た、はい、ここだ、はい、これくらいは大丈夫だよね、うん、あわよくばあいつ倒せば、あ、なるほど、一旦受けれるし、うん、もうキマイラとかいないじゃないですか、はい、バトル級まで、はい、いませんね、バトル級回復するんで、はい、麦ドラさんバインドありますけど、あ、まあでも1体を2から4ターン行動するんですね、だったらいいよね、うんうんうん、行きます、はい、やりすぎかな、うん、緑来なかった、完璧、おお1体残した、バトル7食らってもいいな、ここで、はい、6007ですね、青麦ドラ食らうか、分かっててもヒヤヒヤするけど、うん、する、あっ、ちょ、読む、すごい、ちょっと私ね、村井さん、ほんと呼びますね、あそこね、ちょっとやばいと思ってたんですよ、実は結構ね、ハラハラしてたんですよ、あそこ、はい、来そうな気がすごいしてて、はいはいはい、あれっつって、で実はちょっとミスっちゃったんですけど、まさか来ると、リプちゃん、ローズちゃん、ローズちゃん、ローズちゃんは一旦 3816 HP 42165、フラワーテイルランダムドロップ1色を回復ドロップに変換かつ単発ダメ3816、もうリプちゃんに食らえばいいんじゃないですか、これリプちゃん食らうか、食らうか、3816、ローズちゃん、リプちゃん食らいます、はい、おお来た、これでいっぱい消す、あ、クラピカと何ターンなんだ、7、あ、そうか、回復2コンボ、はい、プラス水、これでどうだ、あああああ、はあどんだけ木まで落ちてきた、何これ落ち込ん2倍どころの話じゃないですね、何この落ち込ん、どういうことや、やばい、なんだこれ、
私ちょっと変じゃない？怖い。何かある。私なんか変じゃない？何か起きる。この呼び方、ここまでさ落ち込んくるの変じゃない？落ち込ん2倍どころの話じゃないですね今日は。キー2コンボ、はい、ここからいきます。あ、これいいんですか？キー2コンボで倒すいいんですね。あ、6ターン待たなくていいです。これはもうここで倒しきる、はい、倒せるパターンです。あ、いいんですね、倒せるんだ。いい、あ、はい、参ります。お願いします。綺麗なパズルを見せてあげましょう。お願いします。よーし、はい、1,2,3,4,5,6 盤面7コンボ。おお、落ち込んなし。いいよいいよ、それで落ち込んなし。ここに来て落ち込んなし。あ、倒しきれなかった。やばいか。変化、これってどうなんだっけ。次とかやばいんだっけ。だんだん攻撃が上がってきますね。変換する攻撃と攻撃の攻撃があるはず。そう、フルーツバスケット単発ダメージ。この次のバトルって回復ないよね。次回復ございません、ボス。はい、まず状態異常無効ですね。どうしようかな。あ、でも回復ドロップに変換かつ単発ダメージっていうのありますけど、8450とか結構食らうんですよね同時に。あ、なので、あ、6760もありますけど、まあ、最後はもう倒しきる感じなんだろうなという。どうせクラフィカたまらんしな、うん、これでクーフリン発動するか。まあエンシェントかクーフリンかといったらどっちか。クーフリンです。なるほど、エンハンス残しといて、はい、ボスだ HP なんだっけ。ボスの HP 213万、はい、ほほ、意外と高いんだな、うん、213万か、うん、クーフリン使うか。ここで、ここで使って、うん、メロディーウィンクの必要はないと思うんだけどな。でもさっき結構いいコンボ決まったあれだもんな。でも 1,2,3,1,2,3,1,2,3,4 キー3コンボできるんだよな。悩ましいな。選択肢としてどうしようかな。これで倒しきれなかった場合、うん、次の攻撃がフルーツバスケット単発ダメージ2744。決めました、はい、攻撃体積発動。これからいきます、はい、参ります。1,2,3,4,5,6,7,8 きた。おい、落ちてる。勝った、うん、行こう、最後の戦いだ。おお、地獄級でございますよ、地獄級。はい、よかろう。からの木が 1,2,3,4,5,6,7,8 で火が9,10,11。あー、もう一個足んねえな、うん、もう一個欲しかったな。木の3コンボでバランスエンハンス、どうしようかな。一回食らおうかな。死ぬことはないもんな。これ一回食らったらどうなるんだ。フラワーテイル、ランダムドロップ1色を回復ドロップに変換かつ単発ダメージ6760。よし、行くぞ。多分半分削ることはないんで行きます。はい、あ、なんだ、待ってください。5070の1ターンを1体を2ターン行動不能にするバインド技もあります。あ、それで空腹もらったら終わるな。そうですね、5070の攻撃ですけどバインドは怖い。いや、木がもう1コンボあってくれたらな。メロディーウィンクって一旦下げるんですよね。あれ下げないんだ。工場の守り、あ、意味ないの、うん、あ、意味ないんだそれ。なるほど、
そうかそうか、うっかりしてました。迷いどころだな、まあ一回食らうか。空腹に来たら終わるけど単発ダメージであることを祈りたいですね、うん、5070の単発ダメージキヨ2コンボ、キヨ2コンボで今うん多分半分いかないから、キヨ2コンボプラスできるだけ消して次にいいの来いよみたいな、そんな感じのパズルしようかな。あ、次の盤面、次の盤面に期待してここから行こうかな。緑を残さない作戦だね。緑も2コンボ消しちゃうから入れる、入れる作戦でも本当にバインドが怖いな。怖い。そうか、アワリンとかにバインド来ても詰むんだな。モリリン、あー、モリリンにバインド来ても詰むんだな、はい、攻めるか。お、攻めます。ドロップ変化器発動、全力でいこう。はい、すべてすべてすべていこう。ここですべてメロディーウィンク、あ、発動。ほらふわーんって言って跳ね返された。本当だ、跳ね返された。バランスエイハース発動。これ光が全部攻撃色だな。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個だから、うまいコンボ作りたいな。うん、そうですね、盤面の最大攻撃色も多いですから。どこから行こうか。どこから行こうかな、迷うな。ここから行こうかな。ここから行きます。はい、参ります。はい、あ、なんか失敗した、失敗した。でもどうだ、どうだ、ちょ、もうちょっと決めたかったな。どやー、バッ、強い強い、バランスパー強い。マオ先生、はい、これがバランスパーの力だ。素晴らしい、圧倒的でした。バチコーンと言ったで、バチコーンって。はい、なんか私結構ね、パズルやべ失敗したって感じだったんですけど、はい、素晴らしい。皆さん、青の下流あと数日で終わりますが、バランスパいけます、はい、どうぞお試しください。ありがとうございました。